はい、グルメデカです。今回は博多長浜にある福岡市鮮魚市場市場会館の朝食をご紹介いたします。福岡市中央卸売市場は玄界灘や日本海、東シナ海などの豊かな漁場で獲れた新鮮な魚介類が九州、西日本各地から集まる全国でも有数の鮮魚市場です。まさに魚の美味しい町福岡を支える博多の台所でございます。市場会館には飲食店が7店舗、そしてお土産コーナーの鮮座がございます。最初に見えたのが回転寿司の魚達です。安くて美味しいお寿司が食べられそうな回転寿司ですよね。はい、1階にある飲食店街を軽く散策してみましょう。こちらは一魚一会ですね。魚料理を中心とした定食がずらりと並んでおります。こちらは博多魚河岸でございます。こちらも美味しそうなサンプルや看板が店頭に展示しております。こちらは沖尾食堂です。こちらは大衆割烹まさみですね。ごまさば定食がとても気になります。そしてまさみの向かいにあるのが福魚食堂ですね。こちらもなかなか美味しそうなメニューがたくさん並んでおります。結局南極放送局最終的に選んだお店はなんと大衆割烹まさみでございます。なぜ福岡でサバが生で食べられるかご存知でしょうか。まずは新鮮なサバが入手できることですね。そしてアニサキスが寄生する場所に違いがあるようです。簡単に申し上げると、福岡近海で獲れるサバのアニサキスは内臓に寄生します。内臓って調理の時に取り除きますよね。一方太平洋で獲れるサバのアニサキスは刺身で食べる身の部分に寄生します。そのような違いがあるようですね。はい、やってまいりました。ごまサバ定食です。ごまサバとサラダ、小鉢、お漬物、ご飯、お味噌汁がセットになっております。ふむふむ、ごまサバを知らない方のためにご紹介いたします。ごまサバという魚の品種もあるような気がしますが、福岡でいうごまサバは新鮮なマサバの切り身に特製の甘いタレをかけて、上からすりごまやネギをかけていただく福岡の郷土料理のことを言います。早朝からとても贅沢な朝食をいただくことができました。こちらは後日福岡市博多区にある居酒屋の初めの一歩でいただいたごまサバです。お見事なごまサバでございました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。